DJ サイレントMC プレイプレイヤー地下のゲイ桜坂スキャンドゥスターシップ Yo アジアの島国大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道の愛や差し違うしかないなら、今回また、前回の続きということで地下のギャングスター DVD のこちらの、はい、話を聞かせていただきたいと思います。前回メキシコでの事件と話が出ましたが、はい、この時にあのロスのホーミーが助けに来てくれましたが、はい、あのロスのホーミーとメキシコのギャングの関係性というのを教えていただければ。全く付き合いのない人間もいますし、あの今回ほらあの段ボールいっぱいお金持ってきてくれたあのリンとかあの辺はあのそのアリアノブラザーズっていうそのカルテロの反面の逆側の方のそのメキシカンマフィアの方とつながりがあって、で結局そこに助けてもらって、ね、その襲撃の後ホテル転々とする時も結局その段取り通りにあのホテル移動したりとかで、自分子供がその時ちょうど1歳になるちょうど手前だ、まだちっちゃかったんですね。でちっちゃいのがいるってことで、でそのあのメキシカンマフィアの人がじゃあちょっとお前とお前の女房と子供だけはちょっとマサクランの方にあの今全部ホテルとか飛行機手配してやるから飛行機に乗ってマサクランの方に来いっていうこと で中村さんたちはそのまま撮影残ってもらったんですけど、あの自分と自分の家族だけはそのメキシカンマフィアの人にあの連れられてあのマサクランっていうところにあのカンクンみたいなところがあるんですね。ただそこはあのあんまりメキシコ人がいないところで英語で全部通じるあのなんかもうダウンタウンの真ん中にカナダ大使館とかがあるような結構治安のいい場所で、そこにあの結構高級ホテルを取ってくれて、でそこで一日プールのだったりビーチ行って遊んだりとかをしてましたね。だからそういうふうに何ですかね、LA の人間でもやっぱそっち側と付き合いのある人間だけど、やっぱ向こうのホーミーでもうメキシコとは一切もう付き合いをしてないのとかはもう半分もう完璧に分かれちゃう感じですかね。ロスのホーミーですね、メキシコが逃亡先になってたりするじゃないですか、はい、潜伏先とか そうですね、そういった事情っていうのはどういかがでしょうか。結局あの指名手配になっちゃったりするじゃないですか。やっぱね、あの逃げるにしても飛行機に乗るとやっぱ捕まる確率高いじゃないですか、はい、で LA から、ね、あの TJ まで吹っ飛んでいけばまだその手配が出る前にあそこ の、ね、あのイミグレーション通過できちゃうじゃないですか、はい、であの例えばロス重罪のやつであそこ通過するときパスポートいらないじゃないですか、はいはい、だからねメキシコに出たっていう形跡も残らないじゃないですか。そうですね、あそこはあのちょうどメキシコに入るところに手配書とか貼ってありますけど、それがまあ手配される前に行ってしまう、はい、ということですね、はい、そうですね。やっぱ地下のでも親がやっぱすごいもうお金がなくてアメリカで子供を産めなかった人たちって結構いるんですね。やっぱアメリカで子供を産むのにやっぱ100万か150万かかるんですよ、出産で。でメキシコで産めば本当に5万6万で出産ができちゃうわけじゃないですか。だからあのアメリカで生まれないとアメリカ人として認められないんですね。だけどそれをどうにかメキシコで産んで分からないように戻ってきてでアメリカで登録するっていうのが多いんですけど、やっぱ中にはバレちゃう人が結構いるんですね。でバレちゃうとその子供っていうのは一応エイリアンになっちゃうわけじゃないですか。だからあの犯罪しなければいいんですよ、真面目に生きてれば。だけどやっぱどうしてもやっぱそういう、ね、環境で育ってるからどうしても刑務所行くようになる、はい、でやっぱ刑務所行って刑期が終わるとやっぱエイリアンなんで、あのメキシコに誰も知り合いがいないんだけどやっぱメキシコで生まれてるからメキシコ国籍になっちゃうんですね。とそのまんまやっぱ強制送還されちゃうわけですよ。でそうするとやっぱ、ね、そういう強制送還されたホーミーたちがやっぱ TJ に結構溜まっててあったじゃないですか、はい
やっぱそういうやつらがいっぱいいて、やっぱそういう、ね、みんなロサンゼルスカリフォルニアの地下のなんだけど、結局そういう事情でメキシコに強制送還されて、そういうなんか輪があるんですね。でそういうのでやっぱ そいつらそいつらでサウスサイドって言って、でメキシコの中でギャングをやってる、そいつらもだから結局、ね、向こうにいてやっぱ目立つじゃないですか。でやっぱそのメキシカンマフィアのやつらとやっぱくっついて、で、ね、一緒に商売するようになっていく、はい、うん、でやっぱそういうやつらが向こうにいるから、逃げる時もそいつら辿っていくような感じになっちゃうってことですね、はい、で自分たちもやっぱメキシコにいる時やっぱそいつらの世話になったじゃないですか。そうですね、はい、ギャングとマフィアって、なんていうんですかね、暴力団とヤクザの呼び方の違いですかね、何でもありありはギャング、なんかそのおきてだったりとか、そういうのもあるんですけど、やっぱビッグホーミーもいて、だからやっぱ日本のヤクザでいうとやっぱビッグホーミーは総長に当たるわけじゃないですか。その下にギャングっていうのがいるんですけど、日本みたいに例えばね、どこどこの代行ね、若頭とかそういうのはないんですね。あのビッグホーミーがいて、あと以下みんな同じラインにいるっていう。でメキシカンマフィアもやっぱり一番トップのボスがいて、以下みんな一緒なんですよ。ただメキシカンマフィアの怖いとこは、あの自分たちはそのあの見に行ったんですけど、あの一人そのマサクランっていうとこにやっぱ飛び抜けて、あのその若い衆を集めたりとか、そういうドラッグビジネスですごい長けた人間がいて、やっぱ上の人の言うことを聞かなくて、ね、俺が一番だってやっぱスタイルになっちゃった人がいるんですね。でそれがメキシコシティ の会合でやっぱみんなから呼び出しをかかったわけですよ。で、ね、お前そんな勝手なこと一人でやってたら、あの収拾つかないから、あのダメなものはダメだって言って、それをそのテーブルを蹴っ飛ばして帰ってきたやつがいるんですね。でマサクランの空港から市内に戻る途中の一本道のとこで、あの時に3万5千発撃たれたんですよね、両側から。でその車が未だにそこに置いてありますね、うん、やっぱ従わない人、どんだけ偉かろうが、どんだけ若い衆いて、どんだけ稼ごうが、そういうあの始末のされ方をするっていうのがやっぱメキシカンマフィアのあれですね。それ見に行った時やっぱもうその車の中も片付けられてなかったですし、もうそのまんまもう車が道路に置いてあって、警察官もそれを片付けない、もう見せしめみたいな状態でそこ車を置いてあって、でうちの子供ちっちゃくて、もしかしたら家にそこで記念撮影したのがあるかもしれないですね。はい、うちの子供ちょうど12ヶ月ぐらいで、その車のボンネットに座って写真を撮ったっていう、うん、あの DVD の中でインタビュー、もあるんですけど、ロスのホーミーなんかがあの生まれながらにしてギャングになるしか選択肢はないという言い方をしてますが、はい、これはメキシコでもギャングでもやはり同じような状況なんでしょうか。そうですね、メキシコの場合はあのもう本当に真っ二つに分かれてるんで、あのサウスノースみたいな分かれ方じゃなくて、市で分かれてるんですね。あのシナロアっていう町とムチョカンっていうところで真っ二つに分かれてて、そこで毎年派閥があって、でビジネスの取り合いをして殺し合いをしてるっていう関係ですかね。それとあとトランプ大統領の発言でもありました、メキシコとアメリカの国境の壁が一時期問題になりましたけど、はいはい、まあ、この壁が果たす意味というか、そういったものをお聞かせいただければなと思います。普通のメキシコの人たちってほら結局やっぱさっき言ったように、あの戸籍上で結局生まれたのがメキシコで、で長い間アメリカに住んでたけど送り返されちゃってる人もいるし、で家族の中ではアメリカで生まれてアメリカに残れる人もいるわけじゃないですか。でそこでその塀越しにしか面会ができない状態になっちゃってるわけじゃないですか。だからそれは何ですかね、なんかもうちょっと対応してあげてもいいんじゃないかなっ
って自分は思いますけどね。やっぱりあのメキシコとアメリカの生活レベルの格差っていうのもやはりそういった問題にも出てくると思うんですけれども、だから結局難民って言ったらおかしいですけど、違法にあの柵を、前行った時なんて柵も何もないわけじゃないですか。でもなんか撃たれるって言ってましたよね、やはり針がいて、はいはい、だけどほらやっぱね、渡ってくる人間の方が見回りしてるお回りの、ね、何百枚分はやっぱいるわけですから、やっぱ入れる、でお金のある人はやっぱトンネル通ってきちゃう人もいるわけじゃないですか、うん、まああのこう、まあ、密入国の方法は結構かなりあるということですね、はい、すいません、今日は今回もありがとうございました。お疲れ様です。Right.